一翼を担っていきます。科学でもっといいこと。次回は電動アクチュエーターで世界トップシェア IAI。 きちんと協力もしないでとにかくいいものを作ろうというような時期もあったわけです。苦難を超えて得た技術とは。9月29日の日曜ビッグバンクには自衛隊の裏側全部見せちゃいます。岐阜県高山市にある本陣平野屋八
昭和。そしてゴールは富山県の山深い里、五箇山。ここにある藍の蔵と菅沼の2つの集落には、江戸時代から明治時代にかけて作られた合掌造りの家屋など、伝統的な建物や原風景が現存し、岐阜県の白川郷とともに世界文化遺産に登録されています。そんな五箇山の藍の蔵集落の駐車場に翌日の17時までにたどり着ければゴール。長野から岐阜を経由し富山へ、東から西へ足掛け3県にわたるこのルート、途中日本屈指の高山地帯北アルプスが行く手を阻む、全長240キロの一泊二日ガチンコ旅です。旅のルールは1回の乗車はギリ5000円、この先途中降りたくても降りられません。待ち伏せエリアに注意してください。タクシーを自分で呼ぶのは NG、 次のタクシーを呼んでくれる地元の方を歩いて探さなければなりません。さあそれでは参りましょう、千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅スタート。タクシー呼ぶのかな。
い、ちょっと続き聞くで。タクシーが待ちに待ち時間に。ほんで、高校、両方春に出る。春も夏も。3年生春で。春の時に対戦してるんですか？春も夏も対戦してる。で、春は何回戦で会うんですか？準決勝です。春が準決勝？はい。はい、夏が準々決勝。準決はどういう結果ですか？3対2で負けました。逆転勝ちですね。はい、あの PL に先制されて、はい、あの終盤に逆転して、はあ、ほんで3対2で逆転負け、こっちからしたら、はい、そこから横浜と松坂っていう合言葉になって、甲子園に優勝するためにはもう松坂を倒さないと優勝できないということで、もうそこから夏まではもう合言葉のようにその言葉をずっとみんなに言って、ほんで夏、はい、お互い勝って勝って、はい、で、決勝で、はい、あの伝説の、はい、17回、はい、で、先発でしょ？先発です。投げ切ったんですか？はい。この先、一般道、新大都市町伏エリアに注意してください。一般道新大都市町伏エリアの駐車場です。
ドアップくれたんで。ドアップつけられたんで。俺落ちるかんの。なんで俺に落ちるかんの。
しまうんじゃないかっていうようなこう投げるのが怖くなってしまって、変な話部屋にあるゴミ箱にティッシュを投げるのすら怖いんですよ。あ、どこあのゴミ箱に入らなかったらどうしようとか。はい、もうつらかったですね。そのお父さん同じところでいいのか。はい、別にもう甲子園も行かせてもらったから、うん、もうそのお前があとは楽しんで、お前はケツでもいいよと、うん、はい、最後まで楽しんでやりなさいって言って号泣して、そこからちょっと気持ちよく切り替わって、はい、でもやっぱりマウンドまた戻ったんですけど、不安なので、うん、その時に彼がグローブをくれたんですよ、うん、でそのグローブをつけて、うん、あの完全試合というその記録を達成したんですけど、なるほどね、はい、でそのグローブを持って、はい、でその彼のグローブを持ってると、なんか自分がこうマウンドに真っ赤になれてる、うん、でちょっと安心というか、それですよ、あとです、はい、お守りというか、はい、はい、実はもう完全にイップスから抜けたんですよね。抜けたんですけど、こう完全に試合をしたっていう風に見られるんですよ。そうするとまたそのプレッシャーでちょっとまたこうロスの発症を仕掛けて、なんかなりやすくなってるんですよね。もう1回だと、はい、2回目同じものを吹き飛ばすのって結構大変じゃないですか、精神的に。それちょっともう難しいかなと思ったら3世界
待ち伏せエリアに注意してください。ちっちゃい時からは訓練して、はい、こういうマインドに持っていったのは、